飛べ未来の新大生、信州大学オープンキャンパス2015、信州大学。上田市にある信州大学繊維学部は、市街地から近く大型ショッピングセンターや住宅地などに囲まれた暮らしやすい環境にあります。繊維学部では先進繊維工学と完成工学、機械ロボット学、化学材料学、応用生物科学の4つの観点から、理学、工学、農学、医学、そしてプラスアルファの幅広い分野を横断的に融合した学びを展開しています。そこから生み出される幅広い知識と想像力を身につけたスペシャリストは、社会のあらゆる場面で柔軟に対応できる人材として、さまざまな業界に羽ばたき活躍しています。繊維学部は上田市が三市業の拠点三都としてその名を誇った頃、上田三市専門学校として産声を上げました。上田キャンパスにある講堂は1929年昭和4年の建築で、当時の三市業の繁栄を今に伝えています。平成27年度のオープンキャンパスは7月26日に行われ、県内外から大勢の高校生やその保護者が参加しました。最初に繊維学部の説明や学ぶ内容などについて、大学の担当者や教員から説明を受けました。糸を作るところから、感性というのは評価ですので、評価のところまで全てができる、学科ということになっております。工学系の機械と何が違うんですかっていうふうに聞かれるんですが、我々のところはもう特徴を持たせておりまして、半分の先生はロボットの関係です。ロボットとかメカトロニクスって言って、今流行りのドローンみたいなことをやってる先生もいれば、ロボティックウェアっていうことで介護用のロボットやってる人もいるっていうのが半分です。化学材料学科っていうことになるんですけども、ここも半分以上の先生がいわゆる高分子って言って、高分子っていうのは例えば繊維の元になる材料であったりとか、あるいはフィルムになる材料であったりとか、他のところの大学に行くと、いろんな化学の先生がいるんですが、ここはある意味偏っていると。だから偏った形で、集中的にできるというのが特徴です。応用生物科学科っていうことになってるんですけども、これがここの繊維学部のルーツということになっておりまして、もともとここ海湖から出てる大学でございますので、もう今105年目っていうことになってるんですけども、そういう意味で一番のルーツで、今でも海湖の関係もやってれば、ここ羊を飼ってたりもしますし、あと麺をやってたりとかっていうことで、ある意味ルーツを生かしながら今の遺伝子工学とか、いろんなそういう工学を織り込んでやっているというのがここの特徴ということになっております。ですので、普通の工学部とは違ってちょっと多様なことをやってますし、中でちょっと集中的にちょっと特徴的なことをやっているのが、ここの学部だというふうに思っていただければいいと思います。続いて繊維学部のキャンパスの概要やカリキュラム、卒業後の進路などについての説明がありました。繊維学部はどういう特徴でその繊維技術に関して極めているのかと、先進繊維完成工学科と機械ロボット学科、化学材料学科、応用生物科学科という4つの学科になっております。でこの8つの学科の中に、それぞれコースが分かれているという構成になっています。で、来年からの新しいプログラムとしては学科横断プログラムというのもありまして、国際連携プログラム、ファッション工学、先端複合材料工学ということで、普通それぞれの学科の勉強もあるんですけども、よりこの3つの項目に関して詳しく勉強したいという方々の、スペシャルコースと進路についてのお話をします。ブルーのラインがこれ大学院の、進学率になります。6割から7割ちゃんと言ってるよということがお分かりになろうかと思います。繊維学部でやっている、ここでやっている研究は他ではほとんどやってない、できないんですね。毎年のように 95% 前後ぐらいはほとんどこの大学に残ってそのまま研究するということになっています。
あと就職先 の、まあ、あの業種別のデータはこちらに示しています。まあ、繊維学部の特徴としては繊維技術者っていうのは今、冒頭から話しているように日本にただ一つここからしか輩出できませんので、繊維産業に対して、まあ、幹部候補生として期待されて就職できるという特典があります。であと、繊維産業だけではなくてここに書いてあるようにあらゆる産業に対して、募集がかかりそして就職できているということになりますので、まあ、繊維産業しか行かれない非常に狭いところしか行かれないんじゃないかということは全くありません。非常に幅広いのでその点から就職率が高いということにもなろうかと思います。保護者対象ガイダンスでは職員から奨学金や学生寮などの就学支援について説明がありました。繊維学部オープンキャンパス研究室が公開され参加者が自由に見学しました。それぞれの研究室では教員や学んでいる学生が訪れた参加者に研究内容の説明を行い、参加者は実際に手に触れたり見たりして繊維学部の魅力を体感しました。繊維完成工学科の先進繊維工学コースでは日本で唯一テキスタイル工学を基礎として材料科学、ヤーンテクノロジー、テキスタイルデザイン、機能快適性評価に関する教育・研究を行っています。特にスポーツアパレルやインテリアなど身近な製品を高機能・高付加価値化する研究では産学共同研究を通じて多くの製品が開発され生活の質の向上に貢献しています。この日の研究紹介はカーペットは人に優しい快適な床材ですと題して、普段何気なく歩いている床敷物に触れたりその構造を観察したりしました。参加者は説明を聞いて先進繊維工学課程の一端に触れていました。機械ロボット学科の機能機械学コースは限りなく人に近い機能と人を超える性能を持つ機械の創造をモットーに、従来の機械工学に加え電子、情報、材料、ナノテクを含めた幅広い分野の教育・研究を行っています。 3,4 年前からのこういう空気のないで、ここは 音を吸収したり振動を吸収したりすることができます。でこのロボット自体が体重50キロでなのでこの、3次元の繊維が使えているんですが、今実は1000キロとか2000とか1トンとかもっとか10トンとかそこ重たい車両を考えてまして、今の構成では全くダメなので今研究開発中です。化学材料学科ではそれぞれ特徴を持つ3つのコースがあり、新しい無機有機素材、ナノテクノロジーによる新素材、炭素繊維を利用した軽くて丈夫な複合材料、排ガス浄化触媒、電池、高分子、液晶、半導体、人工臓器などの先端的研究が行われています。科学には常に新しい発見があり、私たちの生活を豊かにすることができます。化学材料分野の先端科学やエネルギー・環境問題の解決において活躍する研究者や技術者になっていただくことを目標としています。応用生物科学科では、さまざまなバックグラウンドを持つ20人の教員が、分子生物学から生態学や環境科学までの幅広い分野の教育・研究を行っています。物質循環が整然と営まれている自然環境に学びつつ、生命の神秘を解き明かすとともに、それら知見を有効活用することで、
持続可能な社会の構築に益する技術開発も目指しています。再生なんですね。でこういうお膝とか股関節とか軟骨ありますよね。で軟骨が傷つくと貼り付け、ここにポコッと貼り付けるんですね。そうすると6週間もすると非常にいい軟骨が再生することが分かってて、多分これはシルクが軟骨細胞を支持して再生をうまく誘導してるんじゃないかと具体も分かっています。オープンキャンパスでは参加した高校生や保護者を対象にした相談コーナーが設けられました。繊維学部で学んでいる現役の大学生がアルバイトやサークル活動など大学生活でのさまざまな疑問に答えました。燃料電池、特に燃料電池車というのは CO2 を排出せずに、水だけの排出だけで車を動かすというものなんですけど、それに私は感動し、その燃料電池触媒の研究室に配属することを決めました。これ今後、繊維学に受ける方々もそういう熱意を持ったものを目指し入ってくると、さまざまなものに出会い、仲間や、先生などと一緒により研究を深めていけると思うので、ぜひ繊維学に入試をしてください。よろしくお願いします。研究内容とか調べてるとすごい生物好きだったので、自分の好きな生物をここまで研究してるんだっていうことで繊維学部という名前に憧れたのと、自分の研究してみたい内容があったのでこちらに来たいなと思いました。体調には気をつけて、頑張ってください。待ってます。人、物、環境が互いに調和した心豊かな社会の創造を目指したものづくりや技術開発に挑戦している信州大学繊維学部、国際性豊かで広い視野と高い能力を持つ技術者や研究者になるために一緒に学びましょう。